はい。こんばんは。10分遅れですね。ごめんなさい。安定の遅刻。ちょっと待ってくださいね。画質とかはどうですか、皆さん。いい感じですかね。今から口を流すぞ。来ないんだけど、これやばいやばい、絵がやばい。これも映ってんの、きっとな。これさ、どうしたらいいんだ。共有、ツイッター、コピー、コピペです。これしたらちゃんと出るのかな。あ、ありがとうございます。ヘイちゃん、元気？大学どうなってるの？大学大丈夫？大丈夫かな？大学行けてるのかな？みんな大学ってか学生さんとか。よいしょ。これで出るのかな？これで画面が出るのかな？サムネの。よいしょ。これでいいのかな？まあ、いっか。サムネイルがめっちゃブスなんだけど、どうしよう。やだこれ。めちゃめちゃブスなんだけど、どうしよう。削除。なにこれ、やばい。追求しよう。やばい。ブスすぎる。これどうしたらいいの。なんでこんなさ。なんでこんな変なの。あ、バンビさん、ありがとう。すごい、10期生に溺れてるバンビさん。嬉しい、でも。ここはね、私のカオタン大好きにしてもらって。あ、エリちゃんもありがとう。後でプレゼントも開封します。マジでブスだった。やばい。なんでよ。あ、コウジさん、ありがとう。いつも定期的に、いつも、すいません。ありがたや。ナイススパッチャ。毎回だよね。ほぼ毎回じゃない。申し訳ねえ。ありがとう。うまうま。これでかな。これでもブスなものか。きっと。まあ、それはそれだよね。しょうがない。それはそれで。よっ。はい。あ、コバッチさん。完全にもうメイドオタクのコバッチさん。私もちゃんと忘れないでね、こばっち。よいしょ。これでいいかな？これでいいか。もうしょうがないよね。ブスは、ブスのまま。
このさ、サムネイルのこの精度すごい嫌なんだけど、どうしたらいいの？めちゃめちゃ困る。あ、治った。治った治った。よかった。それでいいよ。あ、のぶりん。ありがとう。クイーンステークス取りました？取った？おめでとう！よかった、それなら。あ、タカシックスさん。あ、タカペさん？あ、夜の MC、大阪ね。そう、大阪行ったんですよ。この間、ちょっと待って、それもするね。一回、ちょっと、もろもろ告知だけ投げるね。毎回毎回そうなんだけど、もっと早くやるよって感じだよね。本当にね。生配信してまーす。え、なんかさ、あれが変わってるんだか。何これ、なんて言えばいいの、あれが変わった。なんか変わったぞ。何インスタが変わって、わかんない、これ。すごいおしゃれになってて困っている、今。すごいおしゃれになってんだけど。難しいよ、使い方。あ、やばいやばい。あ、YP さんも大阪ありがとうございました。司会ね、そうだよ。司会やったの。あ、まこさん。陰ながら。なんで？陰になんないで。インスタやってるよ。インスタやってるよ。はい。これやりました。あとは？メールですね。メールに送ろう。メールに送りまーす。よかったら、メールサービス登録してくださーい。YouTube 配信始まりました。だから予約設定で、その URL を最初からあらかじめ送ればいいってことだよね、本当は。そういうことでしょ。あ、ゆうじさん、いつもありがとう、毎回。今、写真を撮って送るね。はい。これを、すぐ、メールを送りまーす。よし。とても早いよ、届くのが。なぜなら私が管理しているからね。秘密の妖精がいないから。すぐ届くはず。よし、終わった！きみっぱさん！あ、ありがとうございます！ありがとう。優しい。よいしょ、よいしょ。画質はどうですか？皆さん。悪い？全然平気？どんな感じですか？マックス何これ ?1080p で見れるのかな、私のやつって。結構生々しく映ってるね、今日。そっちの方がいいや。OK。ほら、メールもう来たでしょ?OK。よし。今日も、なんか眉毛がめっちゃ薄いんだけど。個人的にめちゃめちゃ気になってしまう。どうでもいいよね、コンディションなんて。みんなはそんな気になんないでしょ。こうだあだって分かんないよね。ちょっと眉毛だけ描くわ。 4K 並み嫌なんだけど。 4K は困るよ、さすがに。ちょっと眉毛、あ、ほらほらほら、ちょっと濃くなったでしょ。わかる？ちょっと濃くなったことない？眉毛って大事なんだよ、意外と。でも形悪いんだよな、今。あ、シチューさん、いいわ、謝んないで、大阪。ほら、
眉毛良くなった、謝んないでください。今メール来た、そうメールすぐ来るから本当に。よしいいですか。そう画質ね1080に上げてね、多分自動だと720になってるのでよかったら上げてください。うん、よし。テレビで見てくれてるの？ありがとう。あ、これね、そう、ミラコレ2016を使ってるよ、まだ。やばくない？見てください。2016。今もうさ、2020発売してるのに2016を使ってるっていう。いや、なんかね、持ちがいいんだよね。私、これしか使わないんだけど、まだ全然残ってるんですよ。ほら。わかるかな？そう、残量がすごいまだあるんで。そろそろ買おうかな。でも2020年バージョンはこのコスメのやつの厚さが薄いやつなので私が使いたいのじゃないの。だから2019を買うか2021を待つっていう。ちょね、これは女子女子、完全に女子ね。ごめんね、やっぱ4年前のをまだ使ってるっていう、やばいね、そう思うと。いやいやいや、なんかさ、最後まで使い切りたいじゃん。嫌じゃない、途中でなんか使用期限あると思うよ。多分。絶対あると思う。え、480？ ちょっと、1080にしてください。よかったら。コスメって腐るのかな？でもね、良くないの、本当は。多分、1年か2年で使わなきゃいけないんだけど、私は4年使ってるっていう。やばいね。4年使ってる。そうそうそう。本当はダメです。みんな早く使いましょう。確かにオリンピックごとだね。やばいよね。物持ちが。まあでも現役の時はもうちょっと早かった。2年に1回変えてた気がする。現役の時はね。いや、メイク配信なんてしないですよ。どこに需要があるかわかんないのでね。よいしょ。あ、そうだ。よかったら、いいねボタン押してくださーい。そういえば。いいねボタン押してください。はい。で、パフは、私、洗ってます。パフは定期的に洗ってます。これめっちゃ臭くなるから、パフって。パフだけすごい洗ってる、ちゃんと。大丈夫。押してください。よかったらいいねボタン押してね。いいねボタンどこにあるのかな。左上、ここら辺、ここら辺にある。え、2回押したら外れるからダメだよ。あ、吉川さん、毎回毎度毎度ありがとうございます。はい、あ、増えた増えた、ここら辺ダメだよ。2回押したら1回ね、1回押してください。1回押してください。ありがとう吉川さん。はい、4回押したってさ、いいの？指刺したところに何にもない。あ、じゃあ下だって、ここら辺下にあります。はい、上にないって、下にあるらしい。スマホの皆さんは調べてみてください。なんか来た、うんちマークが来たよ、誰かから。よくわかんない人からうんちマークが来ました。90円。ない、とりあえずいいね。あ、減ってるから、いいねが減ってるよ、みんな。ちょっと。なんでだろう。はぁ、あ。下にあった。そうそう、下にね。はい。そんなわけで。そうですね。まあでも、なんか、1ヶ月ぶりなんですけど、あっという間
あっという間だったな。前回から。今月は、何してたっけ？あ、すごいさ、一瞬雨の音がしてる気がするんだけど、気のせいだよね。気のせいじゃない？もしかして。すごい雨の音するんだけど。洗濯物干してないかな？あれ？いや、全部。あ、やばい！ね、ちょっとさ、ね、こんばんは、ちょっと一個さ、乾いてないと思ってさ、干してるやつあるからさ、あ、ひでまさんありがとう。一回ちょっとさ、やばい。ちょっと、取り込んできて、やばいわ。ちょっと待ってて、ありがとう、ありがとう、ありがとう。ちょっと待ってね。激雨なんですけど、やばすぎる。ゲリラだよね。ちょっとさ、乾燥機かけてくるわ。ちょっとやばい、ちょっとやばい。ごめんなさい。やばいやばいやばい。ちょっと、洗い直な、なんか別に、ちょっと聞いて。聞いて。びちょびちょにはなってないの。たまたま、ちょっと、うちのマンション屋根が結構長いから、濡れてはなかった。びっくりしたんだけど。知らなかった。めちゃめちゃ雨やばいよ。何これって感じぐらいやばかったんだけど。そういうこと言ったらさ、ちょっと住んでる場所がバレそうだからほどほどにしとくけど。あ、びっくりした。ちょっと待って、いろいろ戻ろう。あ、なんかバスタオルと、あと、昨日ジムに行ったから、ジムに行った時のショートパンツのポケットがあんま乾いてなかったから、ちょっと放置してたの。あと、足拭きマット。布団の。あ、布団じゃない。足拭きマットって、あ、バスのね。あ、それで、さっき、秀吉さん、なんで会えなかったの？大阪行ったけど。なんで？ひでわさん、ごめんね。タイミング悪かった。ごめんなさい。やばい。やばい、やばい、やばい、やばい。それぐらい？あとは？高橋先生、ありがとうございます。ちょっと、ごめんなさい、ほんと。びっくりした。だってさ、急にめちゃめちゃ雨の音聞こえてさ、そう、めちゃ雨の音聞こえて、ってなって。基本的には取り込んでたんだけど、
なんかちょっとまだもうちょっとポケット乾かしたいなって思って風に当てとこうと思って出しといて忘れた。そう、すいません。今縦型の洗濯機の中に今全部放り込んで30分だけちょびっと乾燥みたいなのがあるからそれにしてる。いやびっくりした。そうだったの？秀吉さん。無線ができなかったんだ。ごめんね。私もちゃんと言えばよかったね。会いたかった。まあ、そんなことは、もう大丈夫です。もう集中できる。ちょっとめちゃめちゃさ、バタバタしちゃった。あ、これ？これはね、コーン茶飲んでます。これは、うんちゃんの結婚式の引き出物のティファニーのマグカップ。あれ、これうんちゃんの引き出物だった気がするんだけど、違ったかな？え、だからマキコとか持ってた気がする。コーン茶。ちょっと、お水じゃない、コーン茶入れてくるね。本当に自由な配信。もっとペットボトルに入れとけばよかった。かわいいでしょ、これ。バッとバツ丸くん。よいしょ。ゲリラ豪雨。びっくりした。音マジやばかった。本当にやばかったよ。もし、ベランダの屋根が全然なかったら、死んでたね、もう。私はここで一回、ちょっと洗濯してくるわってぐらいやばかった。そう、コーン茶、トウモロコシ茶。よいしょ。で、そう、7月から今日までをちょこっといろいろ話すと、雷鳴ってる！そうだね。もう言わないでおくわ。限定されそうだから。はい。ね。そう。ボートレースが、あ、ミニドン、ありがとう。ルカのファンだね。ドンちゃんファンとか思いきや、ルカのファン。そうそうそう。あれだったんですよ。ボートレースが、一回中止になっちゃったんだよね。そういえば。もうこれは後ででいいか。まず、8月の9日。あ、みこみこちゃん、ありがとう。かおちゃん、すこ。あ、すこって書いてある。ありがとう、すこ。せりちゃん、ありがとう、せりちゃん。お手紙読んだよ。ありがとうね。そう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 、あのね、8月の9日に大阪で MC をしたんですよ。あのモデルの雑誌のオーディションなんですけど、でその雑誌のオーディションの雑誌の編集に関わってるのが島田で、わかる？島田って、島田遥か。工事現場同盟のジャンボ島田です。そう、わかりますか？そう、スエルっていう雑誌があるんですけど、でそれの、お、マックン、ありがとう、久しぶり、いつもコメントありがとう。でそのスエルの雑誌のなんか専属モデルオーディションみたいなのをやってて、でそれにエントリーしてるのがアイドルの子たちだったんですよね。でそれの公開オーディションの MC 司会進行してたんですよ。そうそう。だからいきなりなんか島田から LINE 来て、え、カオタみたいな、この日大阪で MC できるみたいな感じに来て、え、私大丈夫みたいな、 MC とかしたことないけどみたいな感じで
まあ、でもわざわざ声をかけてくれたから行ってきたんですけど、そうそう、まあでもそうだな、すごいね、あのね、何、広い会場で、でちゃんと換気とかもしてて、まあホールとしてはすごいいいホールだったと思うんですけど、まあ今こういう時期じゃないですか。だからなかなか会いに来れない方とかもいたと思うし、私は演者じゃなくてあくまでも司会でいたので、あのファンの人来てくれるとも思ってなかったんだけど、何人か来てくれてて、そうそう、写真もね撮り放題だったから、そのイベントがね、モデル、あくまでもモデルオーディションみたいな感じで。あ、サリマンさんありがとう。ああ、行ってね。そう。そうなのよ。で、何人かの、本当に、精鋭の人たちが来てくれて、そう。精鋭の人が来てくれて、で、それこそ何？最後にさ、私、イベントしたのって、こんな前っていつなんだろう。ファンの皆さんと会ったのいつなんだろう。でも多分ね、半年以上ぶりだったんですよ。会ったのが。てか、なんか、ファンの人たちの前に立ったのが、みたいな。だから、半年前だ、半年前、7ヶ月ぶりぐらいだったから、もうわざわざさ、こういう時期に来てくれるのもありがたいし、まあ、チケットもね、ちゃんと買ってくれてるわけだから、そう、ちょこっと話そうと思って、あ、そっか、絆のライブが最後か。だから、その、終わった後にちょこっとだけ話したんだよね。5分、10分ぐらい。無線で話してた。で、なんかその、イベント自体終わった後は、他の子たちは、あの、みんなアイドルの子たちだったから、特典会をみんなしてて、いや私もチェキ持ってきて人稼ぎすればよかったなって思うぐらい、なんかそういうこの現場の雰囲気がすごい懐かしくて、本当にびっくりした。あ、アダム、いやアダムってあのアダムかな、元気、元気かな、アダムちゃん。まあ普通ね、まあだからイベント、コモさんもありがとうございます。まあ、イベントとかはね、その、やっぱいろんな、個々の事情があると思うから、全然私も無理強いもしたくなかったし、いろいろ大変だと思うんで、あんまりなんか、オペラにも告知してなかったんですけど、そう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 。あ、キヨシさん、元気？あ、2月24日が最後だったんだ。いや、これでも結構やばくない？ギリギリじゃない？ 2 月24日でも、ちょっと、大丈夫ですか？みたいな感じだったよね。だから、2、3、4、5、6、7？ 8？ あ、6ヶ月ぶりか。6ヶ月ぶりか。お、夏年さんありがとう。松村部歌ってね。そうだからみんなさ、本当に、あ、きよしさんありがとう。きよしくんも会ってないね。いやー、だからそう、生誕のイベントも全然できてなかったし、みんなね、だから2月のその絆のライブでも本当ギリギリだったんだよね。マスクしてちゃんとして来てくださいみたいな。いや、懐かしいよね。だからその半年ぶりに会えて嬉しかったし、なんかそのまあなんだろう、そのアイドルの子たちがモデルやりたいって言って立候補してやって、なんかやってる姿もすごい、ああと思って見てて、まあ48だったらショールーム使ってなんか雑誌の表紙とか雑誌に出るとか、なんかあるじゃん、CM の権利みたいな。それの地下アイドルの子たちバージョンみたいな。大阪無線お話し代。足りないよ、300円じゃ。めちゃめちゃ話したやん。真剣さん。ありがとう、ゾーンさんもめちゃめちゃ久しぶり。あ、ほかぽんさん。ありがとう。気にしないでね、本当に。そう。でね、
なんで言われるのかな、私もこう他のアイドルさんたちをちゃんと見るのが初めてで、でも知ってるグループの名前の方たちも多かったよ。あのね、誰がいたっけ、ちょっと待ってね、なんか出るかな、髪を、あ、もう消えてる。あ、でもここに載ってる。あ、でも。オーディションの最終審査に残った人の名前が、いるかな？あ、でも出てきた。あ、そう、夢アドとかも有名じゃん。夢見るアドレセンス。夢アドさんとか、仮面女子さんも知ってるし、スリジエさんもの聞いたことある。まあ、これはファン、私のファンの人が応援してるから知ってる。とか、聞いたことある人たちがいて、あ、すごいなって思って。で、なんかライブもあったみたいなんだけど、まあライブやる前に私はもう帰っちゃったからあれだけど、まあライブもちょっと久しぶりに見たりとかしたかったなって思った。でね、もともとなんでこうやって雑誌の、どっちかって言ったら、こう海外旅行雑誌みたいな感じの雑誌なんだけど、なんでこういうアイドルの子がオーディション受けれるかって言ったら、その島田がね、本当に、これ私はすごいなって思ってるんだけど、なんか島田がそれこそ、なんかこう、アイドルの子のセカンドキャリアだったりとか、じゃあ、現役のアイドルの子のうちに、いろんなお仕事をさ、なんか経験してほしいみたいなので、企画したやつなんだって。その、ね、すごいよね。だから、あの MC も私が一応元アイドルっていうので誘ってくれた。いろいろなんかね、島田は今、一応もう芸能界は引退して裏方としてやってるんだけど、本当にいろいろお仕事振ったりとか、そういうのをね、してるのよ。そう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 。あ、アダムさん、もう一回送る。え、元気、会いたい、ほんと、いつも。T シャツ着て。元気かな、覚えてるよ、アダム。アダムさんね、あの、海外の方なんですけど。どこだっけ、国忘れちゃった、でも。ヨーロッパ、アメリカ、ヨーロッパだっけ。ありがとう。そう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 。そうなのよ。だから、島田は、何になるんだ、広告代理店じゃないけど、まあそういう感じかな。なんか雑誌やったりとか、他の案件投げたりとか、そういろいろやってる。すごいよね。まあだから本当にさ、このセカンドキャリア問題みたいなの、本当にいろいろあるからね。いや、だから今回声かけていただけて嬉しかったです。だから、この地下の子たち、アイドルちゃんもさ、モデルやりたくてもできなかったりするから、すごいいい機会だと思うので、ね、素晴らしいお仕事に携われましたっていう大阪。そんな、あ、ありがとう、野良猫さん。え、島田めっちゃ綺麗だよ。痩せたし、細い。華奢で細い。でもなんかさ、写真撮りたかったのにさ、島田がさ、前の日かなんかにさ、なんか結膜炎になったらしくて、もう両目超やばいの。もうパンパンに腫れてて、なんかね、物めらいよりもひどかった。結膜炎ってこんなになるんだ、みたいな。なんかそれこそさ、整形した人の後ぐらいパンって腫れてて。で、目真っ赤で、ずっとなんか目薬さしてたけど、海っていうか、なんか目やにめっちゃ出てて、めちゃめちゃ痛そうだった。
かわいそうだよね、審査員で前に出るのにさ。だから化粧できずにさ、メガネかけてさ、マスクしてさ、超怪しかったよ。そう、本当に結膜炎怖いなってすごい思った。私びっくりした、結膜炎ってあんなになるのってぐらいの結膜炎で、もう本当に両目眼帯した方がいいんじゃないのみたいな、そういうレベルだった。あ、ミルキーをオファーしてるのも、あの、島田だよ、それは。そう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 。あ、高橋先生、こんばんは。コメントまたありがとうございます。そう、両目よ、本当に。いや、あれこそ、マジで絶対、あの、眼帯した方がいい、よかった。いや、本当にすごかったから、マジで。だから、写真撮れんのかった。かわいそうだったもん、なんか撮るのが。こんばんはってめっちゃ書いてくるよ、ミキヤ先生。どうしたんですか？こんばんは、有名 YouTuber のミキヤさん。気をつけるよ、りょうくん。雷ね。停電はしたらさようなら。あと、停電したらさようならだよ。へぇ。あと何か言おうと思ったけど、忘れちゃった。なんだっけ。忘れちゃった。なんだっけ。何言おうとしたっけ。忘れちゃった。なんだ？それであんな格好してたんだ。そう、だから、きれいめな司会の MC のきれいめな格好してた。そういえば。え、でもその大阪の話をさ、なんかしようと思ったのにさ、忘れちゃった。で、次の日？あれ？その次の次の日は大阪の住之江でイベントするはずだったの。イベントじゃない。あの、生中継があると思ったのに、無修正 T シャツどっかになくさないでよ、アダムちゃん。また作って。そう。コロニャになったんですよね。選手の人がコロニャになってしまって、中止になって、お仕事がパーになったっていう。もうね、その日、イベントの日に連絡来てた。もう。だから、どうしよう、みたいな感じだったんだよね。急に、そのオーディションがあって、10が空き日で、11がボートレースだった。そう。なんか、コロナって言ったらさ、なんか、なんだっけ、なんか引っかかるって聞いたら、コロニャ。コロニャだったらいいかな、みたいな。そうそうそう。だからもう9の夕方の時点で、先方からなんか選手にコロニャが出たので多分中止ですみたいな、11ってなって、そう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 、みんなもさコロニャって言った方がいいよ。だから一回今飛んでるんですよ、収録が、生放送。そう、コロニャ、コロニャがいいよ。コロニャが、コロニャって言うとさ、すごい砕けるじゃん。でもなんかやっぱり私も本当に暗黙の了解だったけど、住之江の中継めちゃめちゃあったんですよ。5月とか、言ったら4月もだし、6月もあったでしょ？あ、6月じゃないか。7月もあったし、まあ、結構大阪頻繁に行ってたんですよ。まあでも、不要不急っていうよりは仕事だから行ってたんだけど、私もまあでも、何？新幹線じゃなくて、あ、新幹線の時もあったけど、基本飛行機とかで乗ってて、なんか、不安になることも多いじゃないですか、時期的に。だから、
アプリを入れたよ。そういえば。ちゃんと。ココア。ココア入れたよ、ココア。ココア入れたよ。みんなは入れた？ほら、入れたよ、ちゃんと。えらい。意味あるかちょっとわかんないけど、ちゃんと入れました。入れた？どうしてますか？みんなは入れてるの？どうした方がいいの？一応入れたよ、ちゃんと。ココア。あ、ありがとう、えひろさん、メガカオさん。あ、そう、お手紙待っててね。一応、私はその大阪を行くから、大阪をすごい行くから、入れた。なし。ほら。こんな感じですね。過去14日間。なし。みんな。でもさ、なんかさ、びっくりしたのがね、私もこれネットで見てて知ったんだけど、あ、まっちゃん久しぶり、宝石ちょうだい。宝石ちょうだい、まっちゃん、お祝いに。なんか、びっくりしたんだけどさ、なんか、ここに何にも、どうしたら見れるの？クラックスター、ちょっと手垢がやばい。なんか何も書いてないじゃん。でも、なんか iPhone の人、Android はちょっとあれなんだけど、この iPhone の人は、ここに載ってなくても、濃厚接触の人と接触しましたよっていうのが出るらしくて、これじゃないんだけど、なんかね、びっくりしたから教えてあげる、みんなに。別にこれの信用性とかじゃないんだけど、設定を押すじゃん。設定。で、プライバシーを押すの。設定、プライバシー、設定プライバシーして、iPhone の人ね、ヘルスケアって押すのよ。プライバシーでさ、こうやって出るじゃん。したら、ヘルスケアっていうのがあるんですよ。で、ヘルスケアを押すと、一番上に、この、COVID-19 接触、はい。ですね。怖い。COVID、ちょっと、やばいね。停電するかも。ちょっと近かったね、今ね。大丈夫かな？マジ近かったよね、今ね。やばいよね。絶対やばかったよね、今。今のやばいよね。ちょっと待ってね。やばいよね、今の。え、雨1ミリも降ってないんだけど、外。外降ってないよ。雨1ミリも降ってなかった。やばいね。今のはちょっとやばかった。めっちゃ東京来て初めてかも、こんなに近かったの。爆発ぐらいすごかったよね、今。びっくりした。びっくりした。で、これでいいんだ、そうそう。設定、プライバシー、ヘルスケアってやったら、一番上に、このコロニアの接触ログの記録っていうのがあるの。で、このログを押すと、ここにね、下の方に接触チェックの記録っていうのが出るんですよ。ここに。で、これを押して、
自分でロックを解除するとこうやってめっちゃ出てくるのログが。で一番下のこの接触チェックを書き出すっていうのを押して、接触チェックの書き出すで、じゃあこれをなんかメールとかメモとか、まあ、LINE とかでもいいんだけど、自分のやつで保存して見ると、添付ファイルを開いてみると、なんかログが見れるんですよ。で、ここで、数字があると、やばいらしいよ。すごいざっくり。すごいわかんないけど。で、これはネットで調べて。とりあえず、なんかこうやって、ログが出て、ここの数字が1ってついたら、接触してることになるので、ここの14っていうのは、14人の人と、この日、関わりましたよって数字。で、これは13人と関わったっていう。これ5人、7人。で、この0が1だったら、とか2だったら、なんて言えばいいの？ね、これマイクさ、こっちでさ、つながってるかな？ちょっとテストしていい？大丈夫か？そう。この0のとこが1とか2ってなると、人数が出るんだって。人数。あなたは濃厚接触者ですよ、みたいな。コロニアだった人と、関わってますよっていうのが、こっちで見れるなんて。iPhone の人は設定がおかしいらしいよ、なんか。だから、みんな見てみて。これ。よかったら。だから、アプリの方では、こうやってなってても、ログの方を調べたら、実は接触してた、みたいなのが、わかるらしい。だから、みんな、気をつけてっていう結果。ただそれだけ。そう、こうやってなって、クリックとかしたら、じゃこれとかわかるかな？出ないかな？これだったら、24人と関わって、一致したキーが0なんだけど、これが1とかだと、濃厚接触してますよっていう、ことをね、なるんだって。だからよかったら見てみてください。よかったら見てみてください。っていう。私も知らなかったんだけど、ツイッターでたまたま見てたらね、出てきたの。だからもしなんか、でも、曜日はわかるっぽいけど。そう。一応、ね、感想終わった？わかる。感想終わったね。ありがとう。感想終わった30分の。そうそう。だからもし、なんか、今日遠出したなとか、ちょっと人混み行ったなって思って、まあ通知は来てないけど、不安だなって時に見てみるといいと思うよ。これはただの、私のアドバイスで、これネットの情報を、みんなにも教えてあげますっていう。それだけ。マジさっきの買い物になり、本当にびっくりした。やばかったよね。マジでやばかったよね。案件動画じゃないよ。なんで私のところにさ、コロニアの案件動画来るの？来るわけないじゃん。やばいよ。ちょっとさ、乾いたか持ってきていい？乾いたか持ってくるね、ちょっと。乾いた。なんかシワシワになるからさ、あんま好きじゃないんだよね。これ、ハワイのジムの。
ズボン。あれ？待って。一個なくなってたよ。あれ？ん？もう一個なかったっけ？あれ？一個飛んでってる、もしかして。なんかさ、自分的にさ、もう一個さ、ズボンさ、洗った気がするんだけどさ、あれ？一個ズボンが足りなかった。え、飛んでった？え？ん？あれ？え、バスタオルと、あれ？あった。中に忘れてた。中に忘れてただけだった。最悪。びっくりした。なんかさ、あの、近所にさ、行くときにさ、夏でもプージャー履いてたからさ、もうさすがにダサいじゃん、あ、暑いし。最悪ポケットにレシート入ってる。クソじゃん、私。え？うーん、やってしまった。よいしょ。よいしょ、よいしょ。大丈夫だった？あったあったあった。でさ、プージャーの夏って暑いからさ、半パン買ったの見て。ナイキ。で、もう一個買った。ナイキ。フリルね、フリルで買った。フリル。雷だ。ありがとう、ミツさん。めっちゃ喉乾くんだけど。足りなかった飲み物。よいしょ。いいこらせ。プージャー、プージャーで夜、あの、夏着る。夏じゃない。冬に着るよ。ありがとう、ミツさん。プーマ、さよならじゃないよ、全然。いや、今暑いじゃん、だって。めちゃめちゃ暑いんだもん。暑くない？ハーパンの良さを知ったよ。でもなんかさ、レディースのあの、ピチピチのショートパンツが嫌だからさ、メンズのやつ買った。でもね、フリルでね、安かったからいいんだ。やっぱいいね、フリルは。安いから。あれはいいよ、とても。よいしょ。で、あ、そう！もうあとちょっとで1時間。プレゼント開封もしなきゃいけないか。なんか、プーマの半パン、なんか、ダサかったんだよね。プーマの半パン、あるかな？フリル知らないの？メルカリと一緒だよ。メルカリ。私はちょっとフリル。フリル派。競馬してますよ。明日も、札幌記念も、予想しますよ、ちゃんと。すごい生足マーク。え、知らないんだ。調べてみて、フリル。フリル。あ、ラクマだ。ごめん。名前変わってる、今。あ、ラクマです。ごめんなさい。ラクマ、ラクマ。ラクマ。間違えた。ラクマ。ラクマです。うん、あ、そういえばさ、なんかさ、ちょこっとお知らせありますって言ったじゃん。なんか何だっけ、マジで大したことないし、お知らせで。本当に、大した何にもないんだけど、
マジでしょうもないお知らせなんだけど、なんか今日朝起きたら、なんか LINE で、結婚とかのやつお知らせしてた担当の、中京スポーツの人から連絡来てて、で、なんか、今日の発表とは何ですかみたいな。まさか、ご解任なら記事にする予定ですって来て。ねえみたいな。なんなのそのネタみたいな。どこからそんな発想が思い浮かぶのって思って。しかもだよ、もしさ、ご解任だったらさ、本当にちょこっとした発表じゃないから。めちゃめちゃ発表するよ、大々的にって思って。っていう。いやからさ、なんなのそのさ、さっきからコメントでもさ、おめでとうみたいな感じで来てさ、何？なんかあったの？私。もうさ、ネットの気持ち疎くなってしまった。何？そういうふうに言われてたの？そういうのかもしれないみたいな。そんなんだったらさ、ちょこっとで言わないよ。もう大々的にやるに決まってんじゃん。しかもさ、あれじゃない？普通にさ、安定期入ってから発表するから、普通は3ヶ月、4ヶ月過ぎてからでしょ、だって言うのって。だってそうやってさ、逆算してたら結構やばいじゃん、なんか。日にちやばくない？本当にやめてよ。全然違うんだけど、びっくりした。え？みたいな。そんな風になるって思って。あ、確かにそう、体調悪くてずっと。そう、メールでね、送ってたの。なんかね、ずっと微熱なんですよ。そもそも発表とか言わない。そう、ずっと微熱で夜。でも多分今日ないよ。今日はないと思う。もうね、一週間ぐらいね、ずっと微熱だったんですよ。ずっと微熱だったの。なんか謎に、いつも37度4分とか、3分とか、ずっと夜微熱で体熱くて、夜も熱くて、みたいな。ちょっとやめて、違うから。違う。コロニアじゃない。コロニアじゃない。そう、でももう昨日、一昨日ぐ、昨日かな？昨日下がったんですよね、もう。で、熱中症かなと思って寝苦しくて起きてて、今日は多分大丈夫。あ、ほら！見て！今日大丈夫！ 36 度6分！ほら、久しぶりに！イエーイ！そう。やめてみんなで、コロニャーって。味覚あるから。やめてよ。やめてよ、ほんとに。ちょっと勝手にさ、こう、妊娠説出さないでよ。もう、全然妊娠じゃないよ。違うからね。ちなみに、この、オムロンは、うんちゃんと一緒に住んでた時に、うんちゃんが置いてった。家に。それをずっと使ってる。やばい、だから2009年って書いたんだけど。だから、実質に言うとこれは金子しおりのオムロン。見て。見える？あー、見えないなー。ここにね。お !2009 って書いたの、ここ。2009。めっちゃ汚いけど。やばくない？うんちゃんがさ、引っ越しの時に置いてったのよ、これ。置き土産をパクりました。もらっちゃった。ずっと使ってるだから。もうさ、10年くらいに使ってんじゃない？多分。しかもさ、なんかちょっといいやつじゃん、これ。オムロンのちょっといい太陽系だからずっと使ってる。カニパク。なんで？カニパクじゃない。置いてったんだもん、引っ越しの時に。忘れてったんじゃなくて。もう置いてってたの、もう。
確かに電池さ、やばいよね。もう電池ないマーク出てんだよね。でも早く帰ろうみたいなんだけどさ、変えてない。もう変えなきゃな。仮パクじゃないよ。違うから。はい。だから、マジで、全然そういう発表じゃないから、本当にごめんね。申し訳ない。しかも、もしそういう時があったら、もっとなんかちゃんとやる。匂わせな、匂わせとかしない。なんかそういう。もう、サプライズにします。そういう時は。わかんないけど。まあでも、ね。そういう時はちゃんとしますので。はい。皆さん頑張ってお祈りしてってください。産んでから教えてくれてもいいってやばい。いや、マジで、マジでめちゃめちゃしょうもない。しょうもない話だよ。逆に申し訳ない。だからちょこっとって言ったのに。ちょこっとって言ったのにさ、みんなさ、大げさだから。まあ、ありがたいね。そうやって興味をさ、持ってくれてるうちが嬉しいですよね。こんなもうやめてもうすげえ経つのに。最近ゼロポジサボりすぎちゃう。いやもうゼロポジ出れないから。よし、ちょっと待って、今ね今じゃあ言いますね。いきますよ。ドゥル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 、この度、今更ですが、資産運用を始めました。パンパカパーン、イエイイエーイ。図工、図工でしょ、図工。そう。図工してなかったんですよ。ねえ、なんかだからクソしょうもないって言ったじゃん。本当にちょこっとしたお知らせですよって言ったじゃん。でね、なんでかって、あの通帳を見たときに、なんでよ、ありがとう、伊藤さん、ありがとう。なんか、あの、こないだっていうか、まあ、今年の確定申告、2月とか3月だったじゃん。伸びたじゃん、コロニアで。ね、なんか、銀行に通帳記入をしに行ったんだけど、通帳記入をしてなさすぎて、なんか、省略されてたの。取引をしてるところが。でも、それをちゃんとパソコンのやつで打ち込まなきゃいけないから、明細を取りに行ったのね。ここの、こっからここまで欲しいです、みたいな。で、その時に、なんか、待ってる間に、私、窓口でなんか座って、銀行の人と話したりするの初めてだったの、今まで。そういうことしたことなくて。したら、まあ、向こうはさ、私の預金残高とかいろいろ知ってるわけじゃん。だからかわかんないんだけど、なんかめちゃめちゃ営業されて、なんかこういうのがありますよとか、じゃあこういうのがあって、こういうのがあって、こう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 ですよ、みたいな。すごい言われて、なんかもう、こんな熱いさ、資料みたいなの渡されて、で、や、どうですか、どうですか、どうですか、ララララーって言ってされて、で、わかりましたって言って持って帰ってきて、まあでもいいきっかけだなって思ったんですよ。普通に考えて。だってさ、通帳見て、この間もすごい思ったんだけど、ある程度の金額を私は預け
ってます、ずっと。で利息この間見たら一桁みたいな、二桁ちょっとみたいな、なんもう10円みたいな感じ、本当にえみたいな、こんな金額預けたのにみたいな、みたいな、えみたいな、なんかもうさ、なんかさ、えみたいな、なんかさ悲しくなってきて、でそっからもともとツイッターにも一瞬書いたんだけど、コロニアで株の下落がすごかった時にマジ株やろうと思って、下がったからって思って楽天証券にも申し込みしてたんですよ。その時は勢い余ってね。でも多分審査通ってなかったのと、あとどうしたらいいか分かんなかったから放置してたので、自分が申し込んだのもいろいろ忘れてて、でこの間ふとそういえばどうなったんだろうっていろいろ思い出した時に調べて、あその銀行からもらった資料を見ていろいろまた自分でバーっていろいろ調べてて、そしたらもう銀行に預けるんだったら積み立て NISA をしようと思って、で積み立て NISA を本当についこの間から始めて、今もう8万円預けて、もう見てもう14円だよプラス、もうこれでその膨大な金額を預けてた利息よりももうプラスになったもん。ね、積み立てにさに関しては、まあ、20年240ヶ月預けられるわけじゃないですか。でこの金額も変えれるし、なんか私はずっとこの先じゃ10年20年をどうなってるか分かんないからし、まあ、これは本当に健全に普通に銀行に貯金してるぐらいだったら積み立てNISAで1年で40万って決まってるからマックス預けてた方が、いや少しはマシだなと思ったんです。単純に金額預けて10円だけだったら、普段こんな競馬とかボートレースやって何円負けた何円なんとかって言ってる私だったら別に一緒じゃんやるの。なんかこれでさマイナスじゃん2000円3000円とかはさ、まあ、あるかもしれないけどさ、この競馬やってる身からしたらさ、なんかもうちょっとでも増えてくれればいいわけじゃん。そうっていうので やったんですよ。でイデコは60歳なんなきゃ下ろせないっていうのと、あと拠出型年金だっけ、私じゃあ60になる前に死んだ時が悲しいじゃん積み立てしてて、ってなってちょっとイデコはやめたんですよ。で私は積み立てNISAを始めたわけなんですけど、ただそこの銀行さんとは何にもしてない、本当に契約っていうか営業されたけどそこで結ばなくて自分で調べていろいろやったし、あともちろん貯金ギリギリを全部突っ込んでるわけじゃないんですけど、積み立てにさして今からだけど満額40万円今期分は満額入れるようにするんですけど、なんかなんだろう、私も全然知らなかったしハードルがすごい高いなと思ってやってなかったんだけど、多分みんなやった方がいいと思う積み立てにさに関しては。そうそう、だからおすすめね。でファンドはいろいろあるんですけど、私もあんまりちゃんとよくわからないから SP500 にしました。ファンドはね、銘柄って言えばいいのかな、NISAのファンドは SP500 にしましたね。皆さん何にしてるのかなって思うんだけど、
あの EMAX ジム米国株式の SP500 にしてる。私はとりあえずあの一つの、会社にして、まあ、2つ選べるんですけどね、楽天証券は。で買い付けの手数料もなしだし、管理費用も安い1位のやつにしてますね。あ、同じの積み立ててる人いるんだ。そう、米国株式にしてる。まあだから本当だったらこの米国と、もう一つ選ぶんだったら新興国を選んだ方がいいのかなって思うんですけど、あの全世界とか先進国とかは、まあ、基本全世界とかは米国と一緒になっちゃうから、米国持つんだったら新興国、読めない、新興国だっけ、新興国株式の2つに持とうか悩んでるけど、とりあえず今は分かんないから SP500 だっけ。そう、まあだから、でもおじいちゃんかもしれないけど、あと10年後って考えたら、別に月に1万円でも3000円でも1000円でも積み立て NISA できるから、多分やった方がいいんですよ。なんか単数貯金するぐらいだったら、こっちに預けて、銀行に預けるぐらいだったらこっちに預けた方がいいのかなって私は思っちゃいました。ちょこっとやってすぐ思ったし、こんなに積み立て NISAもっと早くに始めればよかったなって思ってた。だから今始めても、まあどんどんこう緩やかに伸びるだろうけど、もっと昔から始めてたら、もっとこうやってプラスの割合も大きかったって思うと、やっぱ行動に移さないのは良くないなって思いましたね。っていう、こういう話をしてたら見てる人が減るっていう。いやー、だから本当にもっと早くやっとけばよかった。でも昔からさ、現役の時から株は興味あったし、資産運用も興味あったのに、もっと早く言えばよかったわ。したらさ、仕事になってたと思うしさ、もっとさ、なんかさ、ダイヤモンド財とかさ、そういうのでさ、なんかお仕事できたと思ったのに。いや、だから本当に銀行の利息よりもうちょっともらえればいいなぐらい、本当に。銀行の利息がしょぼすぎて。そう、でもよかったら見てください。あ、積み立て NISA マジやった方がいい。楽天証券もすぐ登録できたし簡単だったして、自己流ですが、株式投資もしました。これは本当に、あの、ちょこっとなくなっても困らない程度の金額だけでやりました。やり始めて1週間ちょっとぐらいかな。これは。はい。いやー、株、もう楽しいですね。なんか、すごいニュースとか見るようになりました。どうや、株式投資。本当に。何がびっくりしたってさ、あの、キーホルダーの株がさ、なんか、300円、400円 ?800 円ぐらいだったのに、急に1200円ぐらいになったんだよね。なんか、あの、合併かなんかしたから。買えばよかったって思っちゃった。私はキーホルダー株持ってないんですけど、ちなみに。ちなみに持ってないんですけど。そう。ちなみにね、持ってないです、キーホルダーの株。皆さんはキーホルダー株は持ってるんですか？買っとけばよかったわ。ちょこちょこって見てた時にさ、って思って買わなかったんだけど。そう、ギャンブルにならないように気をつけます。キーホルダー株を持っていったら大きな顔ができるよ。え、損してる人いるじゃん。みんな持ってるんだ。男性のおかげで上がったの？何？
え、キーホルダーみんな持ってるんだ。すごいね。やっぱみんな持ってるんだね。私は持ってないで。だからアイスピードのアプリも入れてるし。ちなみに今は 1,2,3,4,5,6,7,8 8社持ってます、銘柄は。あとちなみに後半はちゃんとプレゼント開封するので、今だけです下水話してるのは。イエーイイエーイ。ダースがボンビーガール出たから上がったの？キーホルダー最後、いくらなの今。キーホルダー。キーホルダーお気に入りには入れてんだよ。あ、ほんとだ。プラス118だもん。ほんとだ。上がってるね。ちょこっとだけ。すごい。そうなんだ。なんか色法とかも読むようになりましたよ。あ、そうだ。ひだよさん、ありがとう。かおたんの笑顔のために。下水。ちなみに8銘柄今持ってて、こういうのってさ、画面って見せていいの？基本中長期にしようと思ってます。デイトレーダーには絶対なれないので、ならないし、信用取引は一切しません。これを手出すと危ないので、現物取引にしてます。まあ、見せない方がいいよね。でも本当今プラスです。嬉しい。プラスだし、あと優待もいつかもらえるかなって思って持ってる。で、含み損もあります。いわゆる含み損みたいな。そう。まあ、でも、もし、興味がある人は、株の銘柄を教えてください。何か。デートでやってる。あ、オリックス買いました。持ってます。ちなみに。はい。信用買いはしません。はい。ココイチはね、本当に、一緒にお仕事してた時に買ってたら爆上がりなんですけどね。でもこれは本当に、めちゃめちゃ本当に長く、貯金するなら株しようみたいな。で、最低限の、それこそよく言われてる3ヶ月分生活できる資金みたいなのはもう別にしてます。そこには手つけてないので大丈夫です。一応ね、1、10、100、1000、10万、そうプラスなんですよ今。ちなみにたまたまいい銘柄っていうか、たまたまタイミングが良くて、今、1週間ちょっとで、23万プラスです。で、これをずっと中期、長期でずっと保有しようかなって思ってます。イエーイ！でもこんな簡単にこんな増えるんだって思うと、このボタン1個でこうなるのすごい怖いなって思ってて、ただ、デイトレードするつもりはないので、私はずっと長く保有しようとしてます。そう。でも多分株はみんなの方が詳しいと思うので、もし、知ってる方がいたら教えてほしいなって思います。はい。まあ今売った方がいいっていうのもあるんだよね。まあとりあえずまだもうちょっと見ようかなって思います。
はい。長い目見ております。で、個人的に、注目しているのが、4689の Z ホールディングスさん。これ、一株今、674円で、そんなに高くもないので、100株持つといいんじゃないかなって、今後伸びていくかもしれないので、皆さんもよかったらぜひ、中長期考えてる方、Z ホールディングスさん、いいんじゃないでしょうか。もともとソフトバンクグループで、LINE が参加入りするんですよ、10月に。だから、多分、そうですね。企業として大きいので。あ、ヤフーか、ごめんごめん、ヤフーだね、ごめんなさい。そう、よかったら。私はもう、Z さんで、だいぶ、ありがたやって感じで。あ、持ってる人いる ?Z。すごーい。そうなんだ。だから、配当金って感じじゃないかな。本当に、5年後、10年後って感じです。私、個人的には。そう。そんな感じですね。だから、私ずっと、もう、チキってできなかったんだけど、こう、マザーズの T&S っていう会社があるんですけど、1日で5000円ぐらい振り幅すごかったんですよ。で、もともと私が買いたい、いやでも無理って時が、1株、もうその時点で1万8000円だったの。いや、1万8000円ってさ、100株買ったらさ、180万じゃん。こんなの私さ、こんな、初心者でさ、手出せないよ。普通に考えて。普通に考えてね。絶対無理じゃん。だから、ずっと観察だけしてたの。あ、この企業買いたいけど、あ、無理だって思って、100株。180万さすがにできないって思って、見てたら、ほんとたらればだけど、もう1週間ちょっと24,700円になって、チーンみたいな、本当に恐ろしい株の世界っていうのを感じてます。もうね、T&S はずっと爆上がりっていう。もし T&S 持ってる人いたらめちゃめちゃ尊敬するわ。無理。怖すぎる。だからもうずっとね、ストップ高みたいな感じなの。で、こっからどんだけ下がるんだろうと思って。それこそ多分デイトレーダーみたいな人たちが毎日すごいやり取りしてるのを見ている。怖いよね。もしおすすめの銘柄があったら教えてください。仮想通貨はねやってないよ。まあそんな感じで、まあ株と積み立て NISA を始めましたっていうご報告でした。はい、よし、ということで、はい、ででん、そうだから積み立て NISA みんなやった方がいいから本当におすすめする。楽天証券の積み立て NISA やってみてください。ぜひ積み立て NISA。毎月1000円でもいいから。本当に500円とかでもいいからやった方がいいよ。で、プレゼント開封に行きたいと思いまーす。てってれってれーん。よっ。よいしょ。すごいある、いっぱい。あと、あれ、どこやったっけ。
これか。ででーん。ショップジャパン、ショップジャパンめっちゃ気になるよね。私もめっちゃ気になる、ショップジャパン。めっちゃ気になるんですよ。はい、じゃあ後半は、ちょっと FX が怖くて手出せない。後半は、プレゼント開封したいと思います。さあ。はい。じゃあ、まずは、何からがいいですかね。何がいいかな。どれがいい？まずこの長いのからいくかな。やばい、住所が見れてしまう。ショップジャパン取っとこうぜ。これどうやって開けるの？雷がすごいよ。よし、ハーフセットって書いてある。でもゴルフ、そんなことある？リッチリッチリー、ちょっと手で開けるのダメだった。なんだろう、レディーエッジ、メイドインチャイナ、ツアーエッジ、ツアーステージ、違うか、初心者用のかな。お、ありがとうございます。これ練習で使おうかな。じゃあこれは、ありがとう。クラブだ。でも本当の初心者用かな？これメーカーのじゃないよね。レディーエッジって書いてある。ありがとう。びっくりした。でもこれでさ、なんだっけ、あの、クソ高いやつだったら、それはそれで、ちょっと申し訳なくなるから、あの、ブランド用のやつとかあるじゃん。すごい。これは？何用でくれたんだ？練習用？みんな、誰だろう？ありがとうございます。ツアーエッジ。レディースエッジ。練習用？練習用？マジの練習用だよね、これ。サブかな？わかんないけど。どうしたらいいの？え、どうしたらいいのこれ。ありがとう。なんか私もあんまわかんないけど、自分のやつとどっちがいい、自分のやつの方がいいのかな、わかんない。ちなみに自分のやつは、あれなんだっけ、私どこの使ってるっけ、自分のやつ。メーカーのやつ使ってます。なんだっけ、自分のやつどこのだっけ、名前忘れちゃった。なんだっけ、ブリヂストンじゃない、なんだっけ、
どこだっけ。いつも忘れちゃう、あのさ、外国のやつ。なんだっけ。忘れちゃった。ゼクシオじゃない。ゼクシオ、あ、キャロウェイ。私はキャロウェイのやつ買いました。初心者セットだから、10万はいかないかな。全部で。10万いかないぐらいのハーフセット持ってます。どうしたらいいの？こっち、どうしたらいいの？いつと、でも練習場で使ってみますね。ちょっとコースは慣れてる自分の方がいいから、あの練習の時に使ってみます。ありがとう！嬉しい！キャロウェイ。素振りしたいね。素振りできるかな？素振りしてほしいって書いてある。こうやって。え、筋肉やばいんだけど。なんで？ダメだ！できない！シュン！筋肉がやばかった。悲しい。よいしょ。壁に当たるね。ぶち当たってしまう。次、この郵便局。すごい頑丈だ。なんや。すごい頑丈。めちゃめちゃ頑丈。すごい。箱ティッシュ。嬉しい、ティッシュいっぱい使うから。箱ティッシュ。箱ティッシュ、箱ティッシュ、箱ティッシュ、ん？なんだ？え？ナイキだ！なんやろ？箱ティッシュからのナイキや。箱ティッシュからのナイキ。なにこれ？なんだろう。ナイキの箱ティッシュ。あー、お手紙ありがとう、後で読むね。なんやろか。あ、靴だ。じゃじゃん。せーの、ドン、ドン。え、かわいい。ん？エアマックスだ！黒！使いやすそう！オシャンティー！アイマックスだって。わかんない。アイマックス。種類。ちょっと靴太いんだよね。ありがとう！アイマックス。かわいい！安全靴？安全靴じゃないでしょ。ん？なん？あ、コーデュロイだ。あ、これはいいね、秋。なんだこれ。おしゃれ。マックスエア。かわいい。コーデュロイだよ。秋素材って感じ。秋冬。おしゃれ。イエーイ。すごーい。これサイズ大丈夫かな？かわいい。あ、大丈夫だ、ナイキのこのサイズあったら。ありがとうございます。
すごい。おしゃれじゃない？めっちゃ。ホージュロイの靴なんて履かないかな。私、いつもさ、靴さ、毎年一緒だからさ、嬉しい。でもこっちも嬉しい。なんかごっついけど、普段使いできそう。ちょこっとしたときに、いいと思う。絶対。いい。おしゃれ。さりげなくナイキ。足30歳だろってどういうこと？全然わかんない。何？箱ってサイズ大丈夫だと思う。なんか私は基本 24.5 なんですけど、外反母趾で広いから、あの横幅が狭い靴とかだと25とかなんですよ。メーカーによるって感じです、本当に。そう、あのね、長さより幅が入んないの、外反母趾だから。ティッシュ3個はこれ穴あめだったのか。ありがとう。でもティッシュ大事、イエーイそうだからクロックスはめっちゃいいの、幅広じゃん。あとは、これどうする？こっち開ける？ショップジャパン最後にする？ショップジャパン最後にしよっか。何かわかんないから。じゃあショップジャパン。ショップジャパン！ショップジャパン最後出ちゃう。お、重たい。これはあ、この中にまたいろいろと入っておる。ショップジャパンよ、これ見える？阿部さん、阿部さん、福井の阿部さん、福井の阿部さん、ありがとうございます。よいしょ。割れ物注意。あー、すごいよ、見て、ダンサイ。あ、マックンか。やばい、福井の阿部さんとか言っちゃダメだね。そういう読み方しない方がいいね。マックン、もったいないでしょ。少しもったいないけど、料理酒として使うとかと一段と美味しくなりますよって。え、マックンありがとう。ごめんね、本名言っちゃった。うーん、覚えてるよ、ちゃんと。ねえ、いろいろあるんやな、みんな。まっくん、頑張ってね。元気に。体調気をつけて。手紙読んだよ、まっくん。あとでまたちゃんと読むね。え、カオルも、ありがとう。よ。やばい。2時間にしようとしてたのに。ありがとう。あ、ありがとう、カーレン。料理酒にするのはマジでもったいないよね。すごい、ダンサー。え、3種類。あ、なんか違うんだ。焼酎。何これ。
知ってるみんな。獺祭。なんとか45。純米なんとか磨き2割3分。磨き3割9分。だって。じゃじゃーん。ありがとう。まっくん。飲み比べ？これ。飲み比べか。まあ、今度飲むか。酒飲み配信しようじゃ。酒飲み配信用。読めない。大吟醸だって。もう読めないよ。やばい、ほんとに。ダメだよね。次。あ、エリちゃんだ。エリちゃん届いたよ。さっきコメントくれてた。なんだろう。じゃん。やん。なにこれ。福田屋。かわいい、エリちゃん。その回呼んでだって、田辺さん。せっこい、ほんとに。ただで酒を飲もうとして。よっ。なんだ？じゃん。あ、ふわふわで隠れてる。これすごいふわふわ。すごいふわふわ。あペアのやつだ、きっと。これは、そういうことか、お祝いだ。ありがとうペアだ、かわいい。ありがとうございます。いつか引っ越したときに使うね、大事に。猫だ、すごい。猫好きだから。見て、なんかさ、2匹がこうなってる。これどうしたらいいの？こうか。あれ？こうか。ありがとう、エリちゃん。ありがとう。ペアね、ペア。ペアカップ。そっか、そっか。そういうのもらう時期か。幸せ。メオトマグカップっていうの？ありがとう。新居で。いつか。いつか来る新居で。次。あ、やばいやばい。あ、これはいいんだ。これは事務所の住所だから見られても困んない。あ、コバッチ。あ、ありがとう。そう。あの、浜名湖さんでファンの人がレースしてくれたんですよ。あのね、何日だっけ？7月15日、レースしてくれたんです、浜名湖さんで、協賛の。しかも、見て、12レース。じゃん。松村かおりさん、ご結婚おめでとう、記念競争。そうそうそう。で、確かに私データではスクショしたけど、紙で持ってなかったから。ありがとう、記念です、本当に。当てたんだ、そう。お金もしっかりもらって。あと、これもデータかな？多分。DVD。ハマッチ。あ、DVD と当日の出生証が届いたので、だって。あ、当日現場行ったんだ。ありがとう。浜名湖の関係者に売り込んできました。だって。ありがとう、小バッチさん。メイドにはまりすぎないでね。冠レースってなかなかないし、しかも G1 だからね。G1 の優勝戦よ。本当に感謝してます。嬉しい。本当に嬉しい。
嬉しい嬉しい。次いっぱいある、ありがとね。何これ、え、自分で会社やってるの、もしやこれはそういう感じの場所から来てるぞ。自分で会社をしているんですか、この方は。住所が見えないように、うん、あ、やばい、本名が入っている。ありがとうございます、結婚祝いって書いてある、ありがとう。でもちょっと本名だからもろ、あー嬉しい、うなぎパイだ、いっぱい食べる、ありがとう。でもうなぎパイ割れとる、めっちゃ割れてる、悲しいけど嬉しい、ありがとう。見て、うなぎパイ、ガン割れ。ガン割れなんですけど。でも食べるよ。うなぎパイ好きだから。ママにあげよう。ママにあげるね。うなぎパイ好きだから。ありがとう。あ、あとあれだね。私が塩素に苦手だって知ってるから。なんか、ヘッドをくれたんですよ、シャワーヘッド。シャワーヘッドをね。で、それのカートリッジまでつけてくれて。ありがとう！シャワーヘッドの交換用。いいよ、自分で買うから。ありがとう、わざわざ。嬉しい。嬉しいね。よいしょ。と、あと、これちょっと本名が見えるか。ありがとうございます！あざーす、ありがとやん、よいしょ、前髪が割れ物注意って書いてあった、確かに割れ物注意って書いてあった気がする。ダメだね、すでに割れてた。次、あれはなんだ、スマートレタン、コバッチ、お、ウケる、サマージャンボ宝くじ、イエーイ、ありがとうコバッチ。あ、推し変しないで末永く推していくつもりなんで、そこんとこよろしくお願いします。ありがとう、ありがとう。あ、エリちゃん、お手紙後で読んどきます。そしたらありがとうね、当たりますように。はい、みんなも念を込めて送ってください。当たれー、当たるといいな。次、え、すげーあるな、えらい。川久保さん、川久保さんはいつもなんか毎月毎月プレゼントくれる、ありがとうございます。いつも昨日抽選日、マジ、昨日、嘘、ちょっと後で見ようじゃ、宝くじ。すごいいっぱい来てる、ためになるやつがめちゃ来てるぞ。なんだこれ、あ、いろいろなんかスマホの電気
と、あと、あ、体温計か。あの、オムロンじゃないやつ、ちゃんとしたやつ。あ、オムロンもちゃんとしてるけど、ごめんなさい。オムロンさんもちゃんとしてます。あの、ピッてできるやつ。ピッてできるやつよ。あと、スマホの三脚とパーツかな？ありがとう！そう、デコにピッてやるやつ。オムロンはちゃんとしてる。ごめんなさい。ごめんなさい。おでこで測るやつね。めっちゃ失礼なこと言っちゃった。え、重たいよ、めっちゃ。よっ。え、あーん行こうって？あきさん、あーん行こうよ。なんだこれ。高木さん。シチューさん。え、あーん行こうって言って。言って、言って。さっきのは、金子に返すね。あ、お中元だって。お中元って書いてある。見て。お中元。よっ。お中元。なんだ？重たい。お中元。やばい、爪が割れた。雑にしてたら。うれぴーみんなありがとう。お中元、お中元って お中元返さなきゃじゃん。あ、なんかすごい。なんだこれは。桃上爽やか紀州。でも私は梅酒飲めるから飲めるんじゃないか。じゃじゃーん！梅のジュース！桃梅だって。梅がみかんに恋をした桃梅。これお酒であればめっちゃうまそう。このままで飲めるかな。ありがとう！飲み物の 梅ジュースは飲めると思うんだよな、私。冷やして飲むね。美味しそう。イエーイ。ジュースめっちゃうまそう。隣に座れた時の感謝の気持ち。え、そうなの？ありがとう。美味しそう。ジュースジュース、いっぱい飲むぞ。夏バテしてるからね今。ありがたいよ、ジュース。だから重かったんだ。よっ。ピオロンさん。なに？あ、龍造さん。龍造さん。ありがとう。ナイスパチャ。よいしょ。ゆうぞうさん。ピオロン。ピョロンさん。ピョロンさん。伊勢丹や！なんやこれ！伊勢丹や！伊勢丹や！え、伊勢丹のさ、この袋変わったね。伊勢丹ちゃんとしてる。はい。伊勢丹。はい。伊勢丹。なんかさ、変わったよね。昔もっとさ、伊勢丹ってチェックじゃなかったの？すごーい。なになに？なんやろー。じゃん。じゃあ開けちゃうよ。ん？よっ。開けれんかった。
やっぱデパートってすごいね。ちゃんと捨てるね。開けるよ。せーの。目つぶってる。せーの。ドン！かわいい。なに？あ、ヘアキャップだ。あと何？タオル。グッドデザインだって。なになに？いつにするか決めてって。あ、これ髪の毛のか。え、めっちゃ使うこれ。髪長いから。ありがとう。あ、あとこれは、あれか。バスローブ代わりになる。簡単なやつ。あ、めっちゃいいじゃん。お風呂上がり。ふん？着せ、見せてあげたいけど無理。シチューさん、ちょっと LINE してって言って、アキさんに。もう、ベビーアーキーじゃないよ。すごーい。1秒タオルだって。お風呂上がりに、とりあえずこれを夏着とけばいいのか。めっちゃ楽じゃん。めっちゃいいやん。なるほどね。ありがとう。髪の毛もさ、すごい。乾くのに時間かかるからさ、大変なのよ、女の子は。すごーい。なんかさ、なんて言えばいいの、こういうバスローブみたいな、こういうの持ってなかったからさ、新鮮。次回はそれ着て配信か。でこの T シャツの上からさ、着たらさ、すごいさ、おかしいことになるよ。切れるけど。切れるけどさ、ズンってする。ズンって。うん。おかしいじゃん。なんか幼稚園の先生みたいになっちゃった。ズンってする。めっちゃデブ。ズンって、ズンってする。ありがとう！お風呂上がってこれでさ、のっぺーってすればいいんだもんね。え、めっちゃ楽じゃん、これ。すごい。エプロンみたい。お風呂上がりめっちゃ良くない？めっちゃ楽じゃん、これ。嬉しい。ありがとう。全部嬉しい、みんな。何でも嬉しいよ。だってさ、考えて送ってきてくれてるんだもんね、みんな。喜ぶな、これ着てるとこ想像して考えてくれてるんだ。それ以上に嬉しいことはないよ。本当に。幸せ者。そして、男物ってあるんじゃない？男物ってやっぱバスローブじゃん。でもさ、なんかバスローローブだとガチじゃん、めっちゃ。めちゃめちゃいい、これ、ほんとに。そして、最後、ショップジャパン、重い。ショップジャパン、なんやろ。男もありそうだよね。ショップジャパン、よいしょ。ショップジャパン、いや、でかいぞ、ショップジャパン。え、なんやろ。ん？キング。キング。なにこれ。レシピ、何これ、料理かな、おまかせレシピだって。なになに、クッキングプロ4点セット、
中古品いいよ、中古でも。なんだろう何の中古品なんだろう、何の中古品かな何だろう。え、あきさん、クッキングプロ、あ、なんかすごいやつだ。あー、料理、あ、電気圧力鍋だって。ありがとうございます。すごい、おお、中古に見えないよ全然。見て、じゃーん、すごー、すごーい、あ、いろいろできるんだ。えー、すごーい、使おう。電気圧力鍋、圧力で、電気圧力鍋、ありがとう。中古なのこれ、中古に見えないけど、え、これ中古？シール全部貼ってあるよ、見て、わかる？こういうさ、シールも全部貼ってあるよ、ここも。展示用かな？展示品とかじゃない？中古に見えないんだけど。まあいいや、ありがとう、イエーイ、ありがとうございます。重い、ありがとう。料理しよう、これね。よいしょ、よいしょ。あ、熱い、髪の毛ぐちゃぐちゃだ。中古品、中古品あと、あとですよ、あの、お礼を。皆さん本当にありがとうございます。そしてお二人ありがとうございます。あの、前回の配信で、まあ、いろいろ私確かに言ってたんですよ。あの、とんでもない金額のスパチャが来て、いや、それ投げるんだったら現金書き留め送ってよみたいなこと言ったんですよ。冗談でさ、本当に送ってきてくれた方がお二人いまして、お二人いまして、本当にありがとうございます。すいません、申し訳ない。で、私もまさかね、そんなことになると思ってなくて、冗談半分で言ったつもりが、すいません、ありがたい限りで、北海道の菅野さんと埼玉の P さん、すごい、初めてあげるめちゃガチすごい、ありがとうございます。お二人、これね、事務所のバーチャルオフィスの人に現金書き留めは、あの、受け取りができないので、みたいな。自分で取りに行ってくださいって言って、あの、郵便局まで取りに行きました、直接。ありがとうございます。いや、これは今、開けるのはさ、失礼じゃん、さすがに。ここで、止めときます。ありがとうございます。ありがとう。嬉しい。びっくりした。申し訳なさが勝ってる。本当に。あ、そうなんだ。すがちゃん。北海道のすがちゃん。あれなんだって。私のさっきの、あの、浜名湖の、あの、おめでとう記念競争で、当てて、当てた分を
ご祝儀でって送りますって書いてある。ありがとう、わざわざ。ウケる。アランでも食べてくださいって。すがちゃん早く会いたいね。ありがとう、すがちゃん。よかった。予想出して買ってもらえて。で、ピさんもありがとうございます。ちょっと開けるのは失礼だから開けない。さすがに、かおりさんは下水けど、そこまで心がすごい汚くないから。ありがとう。よし。ありがとうございます。何度も言いますが。よし。で、あとは、これか！そう、宝くじが当たってるんだよね。あ、じゃあ、違った。当たってるんじゃなかった。当たってるんじゃなかった。ごめんごめん。当選番号が出てるんだよね。ね？そういうことだよね。間違えた。当たってるんじゃない。今開けたよ。これはどうしたらいいんだ？携帯で見ればいいか。これどうやって探せばいいの？サマージャンボ宝くじ。サマージャンボ宝くじ。みんなも開いてよ。当選番号。これどれ？サマージャンボ宝くじ。これか。いいですか？連番じゃないです。ちなみに。バラです。緊張する。当たってますように。当たってますように。まずは、何から見る？下一桁が、6が300円。せーの。8、9、0、1、2、3、4、5、あ、6、イエーイ！下一桁が、6、300円！バラなのに。すごい数字揃ってたね。300円！あとは、下二桁が 45?45？ ええー、惜しい！見て！47！ めちゃめちゃ惜しい！ 3000円！ これさ、見るの大変じゃない？次！下4桁見るの、4桁見るの？ 5445。もう45がない時点ダメじゃん。次、6007。ない。1729。これどうやって見るのが正しいの？ 29。1089だ。ちょっと惜しい。6303。3663。ちょっと似てない？なんか似てる数字。8896。8896。あ、6がない。あれ？あ、6これか。2376、違った。6、7432、70792。ちょっと惜しいな。宝くじの見方が。なんだこれ。組下、1桁、5組。5組、1組、6組。5組、1組、6組、
けたら5組、55組が持ってるよ。せーの。違う！下一桁1組。172794。179405。ちょっと惜しい。次、6。120。124950。ブッブー。2等07組、04組。ん ?07 と47。07と47。48だ。ない。で ?1 億円は ?98 組。98組。98組じゃない、97組残念。5億欲しいな。すぐに株に突っ込む。もうじゃん、300円。ありがとう、嬉しい。組違いって何？ん ?168228 があればいいの ?16…16653416…8…16653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 
ック。16はないね。16653434が一番近い。一等が168228なんですけど、かおたんが持ってるのは166534。でってねー。5億か。欲しいな。5億株で儲けよう。でも、300円ゲットだぜ。ありがとう。嬉しいですね。こんな私に、こんなプレゼントをみんなくれて、ありがたい、本当に。ありがたいやー、ありがたいやー。よいしょ。はい。ということでですね、すごいぐちゃぐちゃ、ぐちゃぐちゃなんですが、今月のプレゼント開封、以上となります。タオル、マグカップのペア、靴、うなぎパイ、小物、体温計の小物、ティッシュ、靴、カートニッチ、ゴルフクラブ、クックパッド、あれ？クックパッドじゃない。クッキングプロ。すごいね。びっくりした。なんかさ、名前書いてある人とさ、書いてない人いるんだよね。ゴルフとか誰だったんだろう。ありがとう。練習で使うね。あ、リュウさん、もう一枚通せ。ありがとう。もう一枚300円、換金してきます。換金で合ってるの？みずほ銀行行ってこなきゃ。はい。ゴルフは、ちょっと練習で使ってみますね。自分のキャロウェイのやつと、どっちがいいかとかあるし。ね、あと、また、ゴルフクラブが折れた時に、すぐ、やったりするから。何？自撮り棒に見えるよね、確かに。すごい、今ね、めちゃめちゃ汚い床が、見ますか？ほら、めっちゃ汚い床。はい、ということで、もう2時間半ですね。すいません、2時間でやめようと思ってたのに。本当に、ありがとうございます。いいねボタン、今いるうちに押してください。いいね、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 いいね。いいね、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 そして、
チャンネル登録の方もよろしくお願いします。いや、でも本当に、正直、こう、いろん、あの発表後だったので、こんなに送ってもらえると思えなかったんですが、すべて大切にお使いしたいと思います。使いますね、全部大切に。嬉しいよ、本当に。みんなありがとうございます。そして、本当に、現金書き留め冗談ですので、本当に真に受けさせてしまってすいませんでした。私もわざわざじゃない、私も直接郵便局に行くなんて思ってなかったのでびっくりしております。でもありがとうございます。素直に、大切に、現金の方は大事に別で取っておきます。あ、コモさんありがとうございます。いやでも本当にですね、大阪のイベントを8月の9日にやって、うん、本当にファンの皆さんにはやっぱり直接会いたいし、直接いろんな報告もしたいし、ちゃんと言いたいなと思ってたので、あ、カンさん、ウォン、韓国か、ありがとう、アニョハセヨ、アニョハセヨ、あれ、あれ、サラーヘヨーだ、サラーヘヨー。さらへよ。そう。本当に、8月9日あって、ちょっと少ない数の方だけど、ちょこっとあって、まあ、いろいろお話しさせてもらって、なんだろう。なんだろうね。うん。やっぱり、直接会えるのはすごいいいなって思ったし、まあ、私もちゃんと直接、改めて報告もしたいなって思っているので、ありがとうございました。ありがとうございましたじゃない。本当にお外で会える、お外で会える、おかしい。お外で会える日が早く来るのを楽しみに待ってたいし、まあな、会場の半分で、着席、椅子ありだと半分だったら、ロフトさんとかもできるって言ってたんですけど、まあ実際ちょっと、こういろんなね、世間のいろんなのがあると、まだ主催して自分から発表するのは、まあちょっと難しいかなと思っております、正直。難しいですね。自分主催でイベントしますって、大々的に言うのは、どうしよう、みたいな。あ、秀吉さんありがとう。あ、秀吉さんがクラブくれたの？もしかして。そうなのかな？ありがとう、ひでやさんはね、ごめんなさい、会えなくてね、イベント後。そうそうそう、ゲリラ的にちょこっとだけ立ち話会やったので。そう、でも、本当に、ちょこっと司会のイベントをして、ファンの皆さんの顔見れて、いろんなのを見て、本当にこう、やっぱパワーをもらったし、うん、本当に会いたいなって気持ちがすごい、増したので、増した？てか、本当に心から思ったから、会えるのを楽しみにしてます。あ、遅れての参加で発表わからないのですが、どこか公式に出ますか？違う。本当にしょうもない発表です。今日のちなみに発表というか、今日の項目事項なんですけど、どう？ココアの、接触アプリのログの見方ですね。濃厚接触をしている人の通知が来てなくても、実は濃厚接触してるかもしれませんっていうのがわかるログの見方講座と、あとプレゼント開封と、あと、マジでしょうもない発表で、資産運用を始めましたっていう。これは積み立てNISAと株式の株を始めたっていうご報告で。で、株と積み立てNISAなんですけど、おすすめの株の銘柄とかがあったら教えてほしいなっていう。で、今、とりあえずプラスで23万円、現時点でプラスという報告でした。あれ？秀吉さんじゃない？それは。私ではありませんってきた。ごめんごめん、秀吉さん。混ざっちゃった。誰が誰だかわかんなくなっちゃった。はい。っていう。はい。図工な報告ですね。すいません、本当に。今更の虫返し。
や、本当に。あと、落雷がすごかったです。私の多分、この家から半径5メートル以内で落雷がありました。めちゃめちゃ直撃してました、確実に。ただ、停電していないので、よかったです。はい。ということで、皆さんよかったら接触アプリのログ確認してみてください。iOS の方ですね。iPhone の方。はい。あとはプレゼントいっぱい使います。本当に。あとはそう、洗濯物が濡れました。はい。そんな感じでですね。本当に今日は以上になるんですけども、本当にたくさんの皆さんの配信の方を見てくださってありがとうございます。いつもね、夜遅くになっちゃうので、なかなかあれなんですが、また、料理の配信を、料理をこっちのキッチンで作って食べながら、まったり配信、生配信できたらいいなと思っております。そういう時はね、もうちょっと早い時間 ?7 時とかからやったらいいかな。まあ、これだけじゃなくて、まあ、株は株でですね、皆さんと一緒に成長できたらいいなって思ってるので、おすすめの銘柄あったら教えてください。私は Z ホールディングスさん、おすすめしてます。ちなみに、デイトレーダーじゃなくて、中期、長期、長い目で見てやりますので、よろしくお願いします。ゾンさん、ありがとう。お疲れ様でした。ということで、皆さん、また、会える日を楽しみにしてます。あ、吉川さん、元気ですよ。元気。ずっと微熱だったけど、今日見ましたね。見せたよね。36度6分、大丈夫。メンズナビさん、お久しぶり。うちのファンの人、よろしく、メンズナビさんは。はい。ゆうじさん、イベントできる日を楽しみにしてる。いや、私も本当に楽しみにしてます。あ、おつです。ありがとう、お母さんも。もう、韓国から絶対来れないもんね。あとは、生誕イベントと、バスツアーの振り替えを絶対します。いつかする。もう35ぐらいになってもするね。これは。あ、岩丸。DM ありがとう。読んでます、DM。あのね、岩丸先生は、とあるファンの人の近況報告をしてくれました。はい。はい。元気でやってくれてると信じて、壁を殴らずに配信も見てね。とある人。ありがとね、岩丸。返信の DM とか基本ファンの人には個人的なあれなので返してないんですけど、そうそう、私が気にかけてる、ちょっと、亡くなったっていうか、ちょっと、本当に他界したファンの人の近況報告をしてくれたっていう。はい。壁殴んないでね。あ、ミニダムありがとう。ルカのことよろしくお願いします。はい。だからバスツアーは、何年先になっても振り返しますので、どうにかね、バス1台分ぐらいの人は残ってくれてると嬉しいなと思っております。以上かな?あとは言い残したことないかな?なんかあるかな?あ、ゴロウさん、タコ中だ!タコさんもいつもいるよね。見てるよ。ありがとう、ゴロウさん。はい。ありがとう、300円。ゴロウさーん。はい。あとは、そう、あとはさっき言ってた大阪のイベントね。立ち話に参加できなかったファンの皆さんごめんなさい。ごめんなさい。謝っとこう。あと言い逃したことあるかな?やっぱさ、何?獺祭楽しみって来てる。あげないよ!田辺さんには。まあ、でもまた、4校1でソーシャルディスタンスしながらやるのもいいですね。あとは、アンアンの半額セールが今月末の土日で終了になりますので、皆さん、アーンの方、ぜひチェックしてください。そして、本当に今度、アーンで、絶対生配信っていうか何かしたい。本当に、最近また美味しいアーンの食べ方を見つけたんですよ。これめちゃめちゃおすすめです。で、半額の時だったら、めっちゃ食べてほしい。本当におすすめ。はい。
はい、ということでアンアン行ってください。私大好きなんでアンアンに行ってください。皆さん安と書いてアンアンです。焼肉アンアンです。基本2000円でお腹いっぱいになれます。ハイボールはたまに安くなってると180円です。はい、安アンアンです。食べてください。で、あと告知になるんですけども、ボートレースの公式チャンネルの方でですね、28日、来週の金曜日ですね、藤井玲奈さんと、なんと予想対決、こちらの方出演させていただきます。これはね、なんだっけ。前にね、お仕事で一緒だった方がまたお話をくださったんですけど、本当にボートレースの公式チャンネルですね、8月28日夜の6時から、はい、SG ボートレースメモリアルの4日目の勝負になります。私は一応住之江のアシスタントもしてますので、レーニャンさんに負けないように頑張ります。ちなみに東京のスタジオでこっちは、何？東京のスタジオで多分レース見ながらみたいな感じですね。でもボートレースさんの公式チャンネルなので、とても楽しみにしています。はい。ということで、カオタン35まで生きられないかもって言わないで。あと5年頑張って生きてみんな。10年頑張って生きて、あと10年、あと10年は頑張って生きて、私の子供を見てくれ、しっかりと。って思ったら、あと20年生きなきゃダメだね。20年生きて、私の子供まで応援して、押して、ちびかおたん、ちびかおたんを推しメンにしてあげてくれ。で、ボートレースの方は9月の8日、ボートレース住之江さんアシスタントありますので、いつものメンバー3人、関本さんと長島さんと3人中継あります。よろしくお願いします。はい。そう。小島以来。そうだね。そう、小島のスタッフさんかな。小島の時の案件の人がね、声かけてくれた気がする。あ、獣医師さん、ありがとうございます。最後、ラストね。ありがとう。はい。ということで、以上ですね。かな？はい。だから来週の28日の中継はボートレースの公式チャンネルなので、夜6時からぜひ見てください。はい。じゃあ最後に、スクショタイムですね。スクショタイム何がいい？何持ってたらいいの？何持ってるのがいい？宝くじ？だってこれは撮ったもんね、もうスクショは。これは撮ったもんね。スクショタイム。スクショタイム。書き留め。書き留め。何？書き留めに入ってってほしいの？でもこれ住所見えちゃうからさ。書き留めの封筒って書いてある。どうしたら住所隠れるかな。ほんとね。個人もいろいろあるから。私の住所はいいんだよね。はい。書き留めー。はい。はい。これ違う？前回は、帽子をかぶってて、今回はこんなんでいいのかな？ゲス。あ、アダムさんありがとう。また早い。そうだね。月1じゃなくて、本当に2週間に1回ぐらいしますね、ちゃんと。
本当にダメだね。本当にダメだ。あ、この住所はいいんだよ。私はドルミの五反田で会ってるので、はい。アダムさんありがとう。ありがとう、本当に。日本にいるの？まだ国内？戻った？地元？どっちなんだろう。はい。2週間に1回ぐらいできるといいね。はい。ということで、そうだね。月1じゃなくて、2週間に1回ぐらい。うん。やりますわ。そうですね。はい。ということで、皆さん、本当にありがとうございました。そう、アメブロ、本当にごめん。更新します。なんかね、結婚発表のやつを書くタイミング逃してどうしようって思ってずっとそわそわしてる。ちゃんとします、ごめんなさい、許してください。あとは、あとモバイルメールの方も登録よかったらお願いします。そちらに日常などを送っています。あ、せりちゃんありがとうね、お手紙読んだよってさっきも言ったね、ありがとう。はい。もう気にしてない。ごめん。でも、はい、今日のでもこのプレゼントのやつとか載せたりするので、更新したときは見てください。ブログの方。で、モバメの方はメールは私返事マジで、返信めちゃめちゃちゃんと読んでるので、一言だけ、そうなんだだけとか来てるのもちゃんと見てるんで、ちゃんと返事してね。はい。そう、モバイルメールの方、登録は、また、これの概要欄に載ってますので、またよかったら見てください。たくさん送ります。少なくならないようにちゃんとします。はい。ということで、カータンのメガぬいぐるみがないので紹介できなかったんですが、メガカオタン、まだ欲しい方いたら、コメントください。あと、そういえば。そういえば、いますか？メガカオタン欲しい人いたら追加考えます。3万いくらだっけ、4000円ぐらい、めっちゃ高いよ。まだいる人いるのかな。私がさ、買い取りするの忘れたのよ、メガカオタンを。本当にさ、本当にさ、買い逃した人何人いるのって思う。タムタム、はいって、本当？買う気ある？サリバンも。メガカオタン。いや、私は一体買い取りたいのよ。せっかくだからね。そう。一応、買い取りたい。これだけ言っとこう。はい。ということで、じゃん。え、コウジさんも欲しいって言って。はい。2体。青とピンクのカオタンぬいぐるみ、よかったらゲットしてください。かわいい。これで撮ろう。はい。これで撮ろう。スクショタイム。どうですか？タグさ、タグがうざいな。可愛くない。タグが可愛くない。うん。ねい。オッケー。いい感じ。はい。じゃあ、メガカオタン。よかったら、ゲットしたい人いたら教えてください。そしてまたその時はお知らせします。かわいいでしょ、ペア。ペアカオタンも大事にしてください。封筒の方も載せよう。封筒？封筒って何？あ、
あの、10人のメガカオタンの方、お手紙待っててね。もうちょっとで終わるので、待っててください。はい。封筒の仕様って何？はい。じゃあ、いいかな。はい。これこうやって持ってんの可愛くない？なんかこれ可愛くない？可愛いですよね。可愛い、漏れない？なんか漏れる、漏れる気がする。漏れてる気がする、今。気のせい。どっち？気のせい、これ漏れてる？どうですか？漏れた？漏れてない？よいしょ。うん。はい。ということで、皆さん、遅い時間まで、やばい !2 時間半でもう絶対やめようと思ったのに、もうこんなになっちゃった。2時間36分。皆さん、本当にありがとうございました。ココアの接触アプリと、カムと、雷と、積み立て NISA と、プレゼントと、お祝い。ありがとうございましたまたね、みんな。バイバーイ。おやすみなさーい。おやすみ。おやすんかおたん。またねー。チュッチュッチュバイバーイ。あ、いいね、押してね。バイバーイ。チュッチュッチュー。お見送り。バイバーイ。イェイ。